ピストイアの三度目ニコ協会にあるメラーニのゾウ・アットメラーニはイタリアのカストラート歌手、作曲家、外交官、スパイ。著名な歌手としてヨーロッパ各地、特にルイ14世時代のフランス宮廷に招かれた。後半生は主に外交と情報活動を行った。アットメラーニはピストイアに生まれた。メラーニ家は音楽家を輩出しており、 アットメラーニの二人の兄弟であるアレッサンドロとヤコポはいずれも作曲家として有名になった。特にアレッサンドロ・メラーニは教会音楽の他にドンファン伝説を扱った最初のオペラである罰せられた悪党の作曲家として知られる。父のドメニコはピストイア司教に仕えて大聖堂の鐘を鳴らす職についており、アットメラーニはおそらく教会で初期の音楽教育を 受けたと考えられる。1638年頃フィレンツェでメディチ家の貴族マッティアスでメディチの庇護を受けた。1641年と翌年にベネツィアで歌い、1644年にはローマに滞在している。同年フランスの最小でイタリア人の数奇教マザランはイタリアオペラをフランスに持ち込むことを計画した。マザランの招きによってアットメリジは兄のヤコポラと共に フランスへ行き、ここで、ルイ14世の母であるアンネ・ドット・リッシュの寵愛を受けた。この頃からすでにメラーには、重宝活動を行っており、ベスト・ファーレン条約のための交渉について、フィレンツェのマッティアスに送った1645年の書簡が現存している。1645年に一旦帰国するが、1647年に、再び、フランスに戻って、ルイージ・ロッシのオペラ、 オルフェオで主役のオルフェオを演じて大成功した。しかし1649年にフロンドの乱を避けて帰国した。1652年にメラーニはオーストリア大公フェルディナント・カールとアンナデ・メディチ夫妻の来たイタリア旅行に随行しマントバとモデナを訪れた。メラーニはフィレンツェのメディチ家とフランス王家に加えてサボイア、マントバ、モデナからも庇護を受けた。 翌1653年には、インスブルック、レーゲンスブルク、ミュンヘン、アウグスブルクの各地を旅行した。1657年に再び、マザランの招きで、フランスに戻り、リュリの、辞める恋人で、タイトルロールを演じた。1660年には、フランチェスコ・カバッリ、セルセで、アルサメネ役を演じている。同時に、メラーにはその幅広い人脈を活かして、 マザランの外交官としても働いた。1657年に神聖ローマ皇帝、フェルディナント3世が没すると、親フランスのバイエルン戦帝皇フェルディナントを皇帝に擁立するために、マザランの使いとしてミュンヘンを訪れている。またフランススペイン戦争を終結させるための、モンフェラート公国の領土問題の解決に参加したり、メディチ家のコジモとマルゲリータの結婚。 コロンナ家のロレンツオノフリオとマリーマンシーニの結婚の交渉にも関わっている。マリーマンシーニとは後にメラーニがローマに移った時代を含めて40年間以上に渡って文通があった。1660年にはフランスに帰化した。1661年にマザランが死んでルイ14世の神聖が始まると風向きが変わって反イタリア感情が強まった。 ニコラ・フーケが失脚し、メラーにはフーケからルイ14世の書簡の写しを得ていたことが露見して、フランスでの地位を失い、イタリアに戻った。1667年に、ローマ教皇アレクサンデル7世が没するトローまで、同教の数奇教、ジュリオ・ロスピリオ氏の教皇擁立のために運動したようである。同年6月に、ロスピリオ氏が教皇クレメンス9世として就任すると、 メラーには、フランスとの関係を修復し、その後、ルイ14世のために、強行領とコンクラーベに関する情報活動を行い、政治、外交問題について助言を行った。1679年頃再びパリに戻った。1714年にパリで没した。作曲家としては15曲のカンタータを残している。フレータスによると、 正確なところは不明だが、メラーニがマントバ及びモンフェラート公爵のカルロ2世、ゴンザーガネベルスと性的関係を持っていたことは確実だという。イーストマン音楽学校のロジャー・フレータスは2009年にメラーニに関する選長『ポートレート・オブ・エーカストラートを出版した。メラーニの残した大量の書簡をもとに研究を行っている。 リターモナルディとフランチェスコ・サルティの小説シリーズはメラーニを主人公としている。ありがとうございます。